さていよいよ小室圭の司法試験が近づいてきましたが、小室圭は試験会場に現れるんでしょうか。試験会場に現れてトイレにずっと隠れているという可能性もありますが、どうなりますかね。いろいろとアメリカの方では小室圭のフォーダム大学への入学が国際問題にまで発展しかねない状況のようですね。ビザを取得できるかどうかという問題よりもアメリカで裁かれる可能性も高くなってきたのかもしれません。アメリカとイギリスの放送協会がフォーダム大学に問い合わせや、ニューヨーク州の弁護士会にも質問状を送っているようですが、返答がないから連邦政府の司法統括まで質問状が提出されているようで、これが外交問題になりかねないようですね。まあおそらくゲイリー森脇さんも同僚とかからもいろいろと突き上げを食らっているだろうし、最後の仕事で小室圭の勉強を手伝っているということですが、小室圭に自分の実力で合格をしてもらわなければゲイリー森脇さんがやばいのかもしれませんね。ということは司法試験を受ける資格は一応あることになっているのかもしれません。だからそこで何が何でも実力で司法試験に受かってもらわなければ、フォーダム大学やゲイリー森脇さんにとってもかなりやばい状況のようですね。ただ忘れてはならないのが、小室圭が予想以上にポンコツだということです。3年間マンツーマンで家庭教師がついて教えてもらっても司法試験に不合格だったわけです。小室圭の代理人弁護士は学力の問題ではないと言っていましたが、そもそも30歳で勉強を頑張ろうという気力が生まれないという問題なのかもしれません。だからこればっかりはマンツーマンで教えても無理なんでしょう。ちなみに文春では過去にフォーダム大学での授業のことも書かれていますが、1回の授業で5、60ページも進むようです。だから予習や復習にかなりの時間が取られるようです。LLM コースにはファッションや国際商取引とか8つぐらいのコースが選択できたようですが、小室圭は銀行、会社、金融法というコースを選択しているようです。このコースは倒産や M&A や企業財務とかの分野を学ぶようです。フォーダム大学に以前銀行の法務部門のトップを務める弁護士が来た時に、小室圭は最前列で講義を聞いていたようです。それで質疑応答になるとすぐに手を挙げて質問をしたり、講義が終わると名刺交換をしていたようです。名刺交換って小室圭はどんな名刺を渡したんでしょうね。眞子さんのフィアンセとかそういう名刺を渡したんですかね。ちなみにこの講義は企業の汚職をどのように防ぐかという講義です。この講義を聞いて企業の汚職を防ぐ方法ではなく、企業で汚職をする抜け道を逆に探っていたんですかね。まあコネを作ってそこに就職したかったのかもしれませんが、小室圭もこの時はコネで司法試験に受かると本気で思ってたんでしょうね。まさか奨学金全額免除の自分一人だけ不合格になるなんて思ってもみなかったでしょう。日本の法学部を卒業していない小室圭の場合はいくら頑張っても司法試験に合格することはないでしょう。そうなるとやはりビザを取得することは困難でしょうね。投資家のビザも役員を務めた経験年数とかも審査項目になるので、いくらお金を投資しても投資ビザは厳しいようですね。さらに日本企業の転勤ビザでニューヨークの駐在員として働くことも、直近3年間で日本企業で働いている実績がないといけませんが、小室圭は実績がないですよね。つまり小室圭は駐在員ビザも厳しいわけです。そうなると小室圭に残された道はもう一度学生をするか帰国をするか別の国に行って学生をするかということですね。ただどこの国に行くとしても弁護士は厳しいのではないでしょうか。眞子さんだけであればメトロポリタンとかにこだわらなければ美術館勤務とかも可能性はあるかもしれませんが、どうしますかね。なかなか小室圭は単なる紐で眞子さんだけ働くという選択肢も眞子さんのプライドが許さないような気もしますが、どうしますかね。いよいよ離婚の可能性も出てきたのかもしれませんね。ニューヨークの日系人会も最初は小室夫妻を歓迎していろいろと安全対策とか美味しいお店を紹介したりサポートしようと思っていたんでしょうが、小室夫妻がサポートをお願いしたのが炊事洗濯や家政婦的な仕事ですからね。しかもフォーダム大学に在学中も試験勉強をしないで人脈作りといってパーティーばかりしていたようだし、ファッション関係の集まりにも参加していたり、眞子さんはマコバーのブランドを着ていたから自分のブランドでも作るつもりだったんですかね。まあさすがにニューヨーク日系人会からも見放されてきてるんでしょうね。小室圭も大概ですが、眞子さんも最初は小室圭に騙されていると思ったら私がお願いしましたですからね。あの結婚会見での文書回答で30年間過ごした皇室を離れ民間人になったこともお気持ちを聞かせてくださいという質問にも、午前中に皇室を離れてから間がありません、民間人になったことへのお気持ちは遅くても今日という日を終えて明日という日を迎えてから感じられてくるものではないかと思いますと答えていますね。事前に質問をもらって文書回答ですらこのレベルの回答ですからね。私がお願いしましたといえば国民からどう思われるのかが全く分かっていませんからね。国民はなぜ堂々と憲法違反発言をしているんだと唖然としましたよね。
コメンテーターも本来であれば結婚会見で祝福する言葉をたくさん用意してたんでしょうが、唖然としてコメントに困っていましたが、結局は祝福をする言葉は何も出てきませんでしたよね。まあこれも上の影響が強いんでしょうね。秋篠様や紀子様の宮内庁職員に対する態度とかを見て育ったから、そういう態度で接するのが当たり前という環境で育ったんでしょうね。自分の命令は絶対で誰も逆らわないという感覚で育ったんでしょう。未だに外務省の手助けがないと生活できないみたいですが、ヘンリー夫妻は自分たちでお金を出すからといっても警備をしてくれないようですね。法廷闘争にまでなっているようで、イギリス滞在中の警備について王室離脱したから税金によって警備ができないと言われて、個人的に費用を負担すると申し出たようですが、それでも断られたようです。イギリスはこういうところはしっかりしてるんですね。ただイギリスの場合は、離婚したダイアナ妃が除幕式に出席するためにイギリスに帰国をした時にパパラッチに追われて亡くなるという事故が起きましたからね。そういったこともあって法廷闘争の中で警備が必要と訴えているようです。ただ警察も民間の資金で行うことができないということで、確かに民間の警備会社にお願いしろってことなんでしょうね。まあイギリスの場合はこういう法廷闘争は分かりますが、小室夫妻は結婚して皇籍離脱しても積極的に外務省が住居を手配したり警備もつけたりしていますよね。この辺を指摘できる国会議員が出てくるといいんですが、無理なんでしょうね。ただその眞子さんよりもやばいのが佳子さまと言われていて、もっと自分の意見を通す性格なようだから、どんな相手を連れてきますかね。眞子さんと佳子さまは一応学習院出身ですが、悠仁さまは幼稚園からお茶の水で、入学から特別入園制度でズルをして入学をして、まあ国民から敬愛される存在にはならないでしょうね。悠仁さまといえば筑波大附属高校の合格が発表されましたが、同時に定型校進学制度で入学ということも宮内庁が発表しました。さらにそれと同時に悠仁さまの作文コンクールの受賞作品の表説が報じられました。表説という言葉はそもそも他人の著作から文章や語句や思想などを盗み、自作の中に自分のものとして用いることとされていて、他人の作品をそのままコピペをして自分のものと偽る盗作とは異なるとされています。つまり週刊誌の記事などでも悠仁さまの作文が単なる盗用ではなく悪意がある表札だと明記されているわけですね。実は今回の悠仁さまの作文についていろいろと指摘しているブログも拝見しました。そうすると週刊誌で指摘されている以外にも文章をパクっている箇所がいくつも見つかりました。それは国立環境研究所で紹介されている記事とかからも部分的に明らかにパクっていると思われる箇所も指摘されていました。この作文について選考委員だったリリー・フランキーさんも、10代でこのバランス感覚、文章の美しさは素晴らしいと絶賛されていましたが、すでにこの時に見破っていたのかもしれませんね。明らかに長文をほぼパクっている箇所と部分的にパクってつなぎ合わせた箇所とか、一部では3分の2がパクリ文章だと指摘をされていましたが、少なく見積もっても3分の1ぐらいはパクっている可能性が高いですね。まあこういうことは疑われるだけでもやばいですが、宮内庁ははっきりと認めましたからね。この作文コンクールは図書券がもらえたり賞金が発生するわけだから、そんなコンクールでズルをして賞を獲得をしたということはかなり問題ですよね。やはり皇室典範第3条にも精神もしくは身体に問題があったり重大な事故があった場合には皇室会議で皇位継承の順位を変更することができるとありますが、皇位継承順位がついている皇族がルールを破って金銭を獲得するというのは重大な事故になるでしょう。ちなみに余談ですが、皇族にはお印があって、秋篠様のお印は津賀で罪人を貼り付けにして火炙りにした木だと言われていて、この時から天皇の子供ではないことが明らかではないかと言われていましたよね。実は悠仁様のお印は高野巻や木簡などに昔は使われていたということで、死体を入れる材木ですね。もしかしたらいろいろと問題があることをこの時から分かっていたのかもしれませんね。悠仁様が高校生活を始めたら本当の成績がバレるのも時間の問題でしょう。あなたは悠仁様が高校の授業についていけると思いますか？それともすぐにポンコツがバレると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えていこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。